どうも、図書孔明です。図書孔明は、とってもいたずらが大好きなんだ。ということで、図書孔明はね、軍師なんですけどね、ちょっと、味方にもいたずらしちゃうんですね。で、まぁ、ちょっととりあえず最初にこれをご覧ください。この、なんだ、なんとか要争奪で、こう、まあ、敵総大将、劉表を撃破すると、まあ、これは終わりなんですけど、ちょっと短期突撃して倒してみますね。はい。おのれ尊権、貴様なぞに、この城を奪われるとは。とりあえず、劉表を倒すと、こういうムービーが流れます。こちらにお逃げください。ね、このイケメンが助けに来てくれんだ。逃げてくださいと。精鋭たちを、続き。すると、ね、お父さん、この孫昌光ちゃんのパパがね、突撃しちゃうんだ。よし、旗になっちゃったね。った旗、あ、違う違う違う、孫権でーす。でも、まあ、このムービーをちょっとよく見てください。まあ、孫権がまあ結果を言うと、まあ、死ぬんですけど、結構いいんだよ最初はね。最初結構いいよ孫権さん。最初はいい、顔もいいし勢いもいい、馬も、そう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 、馬もいい感じに多かったんだけど罠だったんだね。なんかがね、猿部隊来た、猿部隊。いや、まあ、あの孫権の中身が俺だったらまあ負けなかったけど、あれ俺じゃないんで、あ、俺プレイしてないんで、あれ操作してないんで、こう孫権ってやられちゃうわけなんだ。あっ、いや、しょっちゅう当たってるけどね、弓矢。おい、冗談だろ。ね、冗談だよね、多分。親父、あの孫権さんがやられちゃうんですよ。嘘。すると孫権さんのお墓ができちゃうんですね。だいぶ文字ボケてますけどね、多分新品の墓じゃないのかな。兄上、もっと私たちはこれからどうすれば。とりあえずこういう感じになるんだ。虎の意志で、こういきなりここから戦闘が始まるっていうのがポイントですね。ちなみにここの土地を覚えとこう。ここか、剣業ってとこね。お、孫権の墓あるではないか。まあ孫権の墓っていうか、まああれでしょうね、孫家の墓なんだろうね。けど墓嵐するわ。じゃあこの罠大っつうのはクソでけんだよ。とりあえずこの罠大よね。やばい、ごめんなさいだよ、ちょっと語られそうだよ、やだな、ごめんなさいね本当に。とりあえずみんなここら辺でちょっと泣いてたじゃん。ちょっとそういうシリアスなシーン嫌いなんで、こう箱の中にみんな入っちゃうとかね、箱でみんな隠れちゃうみたいな状況できたらいいなとか思ってますけど。はい、ということで、まあ20個置きました。とりあえず劉表を倒していきましょう。どうなるかですね。はい、ということでまた再び劉表撃破。その孫権は死ぬんだよ。おやじ、とりあえずね、まあさてどなるかですよね。飛ばしましょう。墓嵐はなるのか、なってほしいな。あれ、おやじなんでだよ。サク兄様、サク兄様、なんで私一生懸命箱を置いたのにないじゃないの。孫作、君が立たねば孫権殿の夢もついえるぞ。俺の夢はついえたのか。ああ、分かってる、分かってるさ。この野郎、落ち込んでる暇はねえぜ。剣諸行、うぜえ、親父が残してくれた夢、図書校だそれ、俺たちが受け継ぐんだ。やだ、兄上は強いですね。兄上掃除したでしょう。おう剣、
俺を誰だと思ってんだ。掃除大好きお兄、箱を返してよ。作兄様、泣いてるの？あの箱高いんだから結構。いやマジで高いんだよあれ。ショーゴマ、俺を誰だと思ってんだ。掃除大好きお兄だよ。俺は高等の虎、孫権の息子だぜ。掃除大好きお兄だよ。作兄様、兄上。嘘つき。孫作。箱来い。箱この後来んのかな。行くぜ、ケン、ショーゴ、シェイユ。親父の夢、高等の孫が。あれ、墓間違えました。俺たちの手で気づくんだ。虎の意志、確かに受け継がれましたぞ。箱は、採集するっていうのなんか、あれどうなってんだこれ。うえそういうことか。お、セク兄様、お掃除できてないじゃないの。なるほどね。ちなみにこの孫権の墓から何が採集されるかね。はい、極上の鶏肉。よし、孫権脱出かなこれで。結構みんな頭悪いんだな。あれ？あ、結構頭の悪い AI だな。後ろつかれんぞお前。作人様ったら前しか見えてないのね。つかみんな何だろう、虎の意志受け継がれすぎじゃねこれ。孫権の息子たちバカなんじゃねえのこれ。なんかかわいそうな子たちみたいになってんだけど。私も